日の往来を持ち帰ります。今日は京都の駅の伊勢丹で防具口を買ってきたので、これで晩酌です。ルンルンルン、楽しみだ。はい、ということで本日は551の蓬莱をテイクアウトしてきました。久しぶり。今日はね、肉団子、後でさらに言うけどシューマイ、ほんで豚まん。はい、以上です。以上で晩酌していきます。今日はね、野菜が全然ないから野菜は自分で作っていくわ。中華風に、ごま油、ごま油をいっぱい引いて、でそこにちょっと切ったんだけど、豚と玉ねぎと、ピーマン、これを炒めていきます。やっぱり野菜もこうだね。もやし、もやしを入れて炒めていきます。そしたらこちらに、俺はね、料理酒、料理酒を適当に入れて、これでソーミのシャンタン、これを小さじ1、これでここに胡椒適当、そして少し味の素、これをパッパッパッと、よし、これで炒めていきます。そしたらええ感じにしんなりになってきたんで、ここでラストもう一発ごま油、これをさっとかけて、はい、完成。これが中華風野菜炒め、はい、完成です。はい、551へおいでやす。どうミスター京都アシリスト。ということで今日は京都の伊勢丹で、久しぶりに、もう何十年ぶりかぶりに551買ってみました。それじゃ今からこれで晩酌していきます。それじゃ食べてくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。という感じで今日は、肉団子と自家製自分で作った、中華風野菜炒めと、これうまそうやな、これ、シューマイでっかい、ほんで名物の豚まん、これでいっぱいやっていきます。まずビールから。あんま冷えてへんからね、これ。泡ばっかり、冷やす忘れてた、斜めにせんと泡ばっかりあるから、これ。よし、とりあえず今日は551の蓬莱、蓬莱でいっぱいやっていきます。乾杯。ビールは僕の大好きなクリアセブン 7%。まあ、これからまたビールの美味しい時期がやってくる。ということで、何からいこう。ミートボールじゃ、肉団子ね、これうまそうやで、これ。多分ね、見た感じも甘いのは分かってね、甘いのは分かってるけど、むっちゃもよだれが出てくる。一個いきます。551のミンチの味ですわ。美味しい。うまいわ。それじゃあ続いて、俺が作った中華風の野菜炒め。これ絶対うまいよ、これ。これね、
もうちょっと白菜ら入れて、あんかけかけて、あんかけっていうか片栗かけて八宝菜風にしても美味しいです。はい、いただきます。うん、うまっ。中華風や。まさに中華風や。中華の野菜。もうこの野菜がなかったら、肉団子ばっかになるから、ミンチばっかりや全部。これ中もミンチやし、シューマイもミンチやし。じゃあ楽しみのシューマイ。ほんでからし、からしをねお皿に入れて。からし好きなんや俺。大量に入れたくなるんですよこれ。初めてですよ551。これからまた551の店にも食べていきたいね。いや食べていきたいじゃん、食べに行きたい。551のお店にも食べに行きたい。551のお店にね、昔ね、麻婆天津丼って言ってね、天津飯のタレが麻婆豆腐のタレで、むっちゃくちゃうまいのがあって、あんな今あんのかな、まだ。で、醤油入れます、醤油。シューマイには醤油。シューマイには醤油です。うわぁ、これやばい、これ。このでかいの。これ6つ入って、いくら高いな。そんな高くない。いただきます。うまっ。みんな食ったことあるやろ、ここのシューマイ。もう涙が出るほどうまいわ、マジで。むっちゃうまい。これビールなくなったからおかわり。これね、僕の視聴者でもありお友達でもある、YouTube はもう YouTube もされてます。A 子さんという方から1万人おめでとう秋ということでいただきました。赤根霧島、黒霧と赤霧は飲んだことあるんやけど、これ初めてやわ。これなんか結構レアらしい、むっちゃうまいらしい。非常に楽しみです。まだ開けてへんねん、ほんで今日開けるから、これ今から開けるから、この動画で。はい、思います。おかわり。そしたら氷山盛り入れてきたんで、これをロックで。紹興酒も合うと思うんやけど、絶対この焼酎も合うと思う。やっぱこういう中華には俺は紹興酒か、焼酎、これでいきたい。じゃあいつも通り贅沢に英語さんいただきます。すいません、ちょっともったいないで半分ぐらいゆっくり飲みたいんで、一気に飲んだらもったいないから半分ぐらい。生まれて初めての赤根霧島。なんか年に1回ぐらいしか出荷されへんのかな、これ知らんけど。赤霧が2回とかそんなんで。じゃあいただきます。あーうまっ。すごい芋の香りしますわ。芋の香りするけど、なんていうかね、黒霧はもうまさに芋っていう感じなんですよ。ほんで赤霧は軽い芋っていう感じなんですけど、これはねフルーティーな芋っていう感じですね。フルーティーな感じですわ。ちょっと濃いんかな。いや25度。米麹も入ってんだこれ。美味しいです。これ絶対中華に合うよ、これ。うまいわ。僕何気に芋焼酎好きやね。ああ、やっぱロックで飲まなんか、ロックで。うまい。じゃあね、次。ミートボール。いっぱい入ってるよ、これ。1、2、3、4、5、6、10個ぐらい入ってるよ、これ。こんな。うん。これも辛いしつけたら絶対うまいわ。
からしつけようこれ。あーうまい、うまいけど正直に言うと酒飲みにはちょっと甘すぎる、ちょっと甘すぎる。でもうまいよ、うまいのうまい。僕ね、あの天津飯でもね、この甘酢より甘くないタレの方が好きやねん。でも美味しいよ、これは。これはこれで美味しい。あのご飯と合うやつよね、ご飯と。これがねうまいです。あのさっき作り方を久しぶりに男飯感覚で、動画出しましたけど、これはうまいからマジやってみて。これほんまにうまい。うん、豚肉うまっ。あのソーミのシャンタンがね無敵やから。もう塩とか入れたらあかんよこれ。塩とか入れたら塩分取りすぎで、カラッカラになるから。ソーミのシャンタンの味とごま油、それと胡椒、その味でやってほしい。あーうまい。豚まんもうまそうにそびえ立ってるけども、まだ飲むから、まだもうちょっとゆっくり飲みたいから。このシューマイ見てこれ、ほらこれ、これやばいよ。これでっかいの、これ一口で言ったら女の人じゃ入らへんちゃうのかっていう大きさよこれ。いただきます。ほんまに日本で一番うまいわ。ここのシューマイ一番うまい。ランチやったら弁当もねええかなもんだけど、飲みながらやし、ちょっと米はねもうそんなに欲しくないから、今日は単品で買いました。米欲しくなくてもこういうのは食えんねんな、なんか知らないけど。こういうのは楽しみです。うん、これうまいわ。これ551に売ってた買うよ、これ551に売ってた買うよ、これ500円でもむっちゃうまい。うん、それじゃあシューマイを次はこれにつけてみよう。甘酢あんに開けてみよう。どうやろこれ、うまいかなこれ。食べます。もう肉団子とよう似た味になる俺。うん、やっぱミンチキだね。ミンチキうまい。うまい。そしたら卵を焼いてきたんやけど、これを何にするかって言ったら、このタレかけんね。これもったいないからこれかけるわ。カニ玉、これぞカニ玉。かからん。よし、カニ玉です。うまそう、これうまそうやった。これうめえな。じゃあいただきます。カニ玉いただきます。これは合うわ。あーうまっ。うん、ごま油で卵を炒めてむっちゃう。ほんでぼちぼち締めいきます。今チンしてきました551の豚まんいきます。味付けはねからし、これねからし。ほんで僕は
これを食べるときはこれつけます、ソース。俺はからしソースで食べます。これみんなね、醤油とかソース賛否いろいろあるんやけど、俺は昔からソース、はい、ソースでいきます。はい、まあ、ソースからし混ぜてお楽しみの豚まんです。熱いから箸でいきます。めっちゃもう肉汁が真ん中の方出てるわ。これいただきます。はい、そしたら楽しみの豚まんいただきます。久しぶり、何年ぶりやろな、これ何年、5年ぶりぐらいちゃうかな。いただきます。もう誰が何と言うか、ここの豚まんが一番うまいわ。ここともう一個、中部とか関東であんのかな、ファンファン、ファンファンっていう豚まんがめっちゃ美味しいんですよ。うん、うまっ。やっぱ魚市の豚がうまいわ。中から肉汁がブワー出てきて、安物の味じゃないよね、これ高級な味、うまい。はあ、結構腹膨れたな。この赤根切り島のね、こんな一本飲んでまうよ、これほっといたら飲みやすいし。でもこれはまたゆっくり飲みます。英子ちゃんありがとう、ごちそうさまでした、めっちゃうまい、またよろしくということで、ね、今日は、伊勢丹で551テイクアウトさせていただきました。むちゃくちゃ久しぶりに美味しくて感動しました。またこういうテイクアウトシリーズ、また男飯動画たまに配信させていただきますので、ミスター京都ラッキーチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた京都や大阪の美味しい店、またいろいろな美味しいもの動画配信させていただきますので、これからもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただき、ほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。